起きて。痛い。妖怪のたうちまわり。YouTube をご覧の皆さん、よろしくどうぞ。京一郎です。本日はなんか。たまには言おうかなと。 YouTube をご覧の皆さん、よろしくどうぞ。京一郎です。レイカです。本日はなんかレイカが私に挑戦状あるとのことで、レイカさんどうぞ。きょうちゃん早食い、めちゃめちゃ早いじゃないですか。まあ、あなたに比べたらね。私は食べるのがめちゃめちゃ遅い。どうやったら勝てるかと考えました。嫌いなものをきょうちゃんにかければ勝てるんじゃないかと。で、きょうちゃんの嫌いなものは、そう、マヨネーズ。これをキョちゃんの方の牛丼にかけて、それは普通の。え、それはもうお互い違う食べ物になってるよ。私もマヨネーズかも。それはそうよ。私マヨネーズ大好きだ。うん、でもやっぱ同じものにしていかん。ちなみにキョちゃんが勝ったら、うん、チャレがもうキョちゃんのポケモンカード買っちゃう。ん？ポケモンカード買っちゃう。でも一番欲しいの200万するよ。いや、それはちょっと、それはちょっと重たい。でも買ってくれるって言ったように、一番欲しいのが一番最初期の世界で3枚しかないカードがあるんだけど、それが200万円のやつ。それはちょっと、それにしよう。したそれはちょっときつい。それにしよう、ね、もうちょっとなんか今約束したから、よし、じゃあ本気でやるぞ。いいな、なんだ、なんか普通のポケカバッグとか。なめてんの。まあ、とりあえず、ポケカ買ってあげるよと、頑張れば、うん、まあいいでしょう。じゃあまあ、あれですか、金額で言ったら50万分ぐらいってことですか。それはちょっと、まあとりあえず、豪華景品はあるよとね。ありますよと。レイカ買ったらどうなの。レイカ買ったらディズニーランド。どれぐらいマヨネーズかけるの。え、普通にこんな感じかな。まあ、普通の量ですね。ダメです。それダメなやつ。準備しただけで、もしかしたら食べるかもしれないから。ダメ。いいですか。よーい、スタート。ディズニーどうマヨネーズ、どうですか。早いな、予想より早いな。え？記録1分43秒59。ちなみにチャレ半分もいってないからね。レイカだって早食いじゃなくてただの食事だもん、それ。いや、急いで食べてたよ。200万円ってこと。さすがに200万円はちょっと、うん、ディズニーと同じぐらいの金額。ディズニーって20万ぐらいだよ。いや、そんなにし、だって北海道から徒歩で20万ぐらい。徒歩で来る、うん、え、勝ちましたから。負けましたから。勝ちましたから。甘いね。やっぱマヨネーズが足りなかったのかな。いや、俺はもうものすごい精神で食べてたよ。これを食わなかったら俺は死ぬんだっていう立場になる。レイカが殺されるかもしれないとか、うん、家族が殺されるんだって思って食ってた。そう、でも途中そんなことないよなって思って一瞬うって脳裏に帰りそうになったけど、うん、でやっぱ若干遅かったよね。今なんかちょっとお腹痛いです。なるほどね。ってくる。あ、なるほど。閉めてていいよ。え、閉める。閉めてていいです。あ、なるほど。というわけで、キョちゃんは苦手な食べ物でも早いということが分かりました。もう体が拒絶反応してる。どんだけ。1年間分のマヨネーズの量を超えた。というわけで、さよなら。